以前に、幸田信さんの、作品を弾いたんですよね。日本人の器楽曲としては初めて作られたという曲で、とっても弾いてみるといい曲で弾きやすいですし、とても歌えるし大好きになりまして、でその曲がきっかけで、戦前の日本の作品を取り上げてみたいというふうに思ったんですね。幸田信さんの後には、幸田信さんのお弟子さんの滝廉太郎だけど、滝廉太郎さんは残念ながらバイオリンの曲は書いてなかったんですが、山田耕作さんが、滝廉太郎の「荒城の月」をバイオリン曲にしていたので、それも取り上げてみました。